セーブが入ったな。バナナ食ってるあれじゃねえんだよ。なんでバナナなんだろう。怒られた。お、来た。さあ、彼ね。金を受け取りに来たかどうか。外国人がはめられたか。さあ。連行されてますね。遠藤あちという若者。言葉尻を捕まえろ。急がば回れか。いいことですね。カツ丼食いてー。あ、カツ丼ティップ。あー、ウースターソースをかけたソースカツ丼。あー、味噌カツ丼食べてーなー。へえ、やっちゃいけないんだ。5時間も取り調べしてんだ。寝た。さあ、このテーマ曲が流れ出しましたけど、これはね、バッドエンディングのテーマ曲ですね。このおバカ的な感じのね、曲なんですけど、辞表を提出した。はい、バッドエンドなんですね、これは。このバッドエンドをね、集めるのも実はトロフィーに関係してきます。でもこれめちゃくちゃいっぱいあるんですよ。だから自分はやってないですね。さあ、さっきの選択が間違っていたわけではありません。もう一人の主人公、遠藤あちが加納の運命に影響を与えているのです。ということで、正しいですね、選択肢を他のキャラクターで、見つけないといけないんですけど、ここで実は緑色にさらば渋谷署と書いてあるんですけど、ここにティップを当てましてヒントをね見ることができます。だから結構こういうゲームに馴染みがない人でも物語をこう進めていって最終話までね見れると思います。ということで、これで、バッドエンドが終わったので、ここからですね。多分違う主人公を選ばないといけないと思います。ここでね、彼の選択肢を変えてあげるっていう必要が出てくるんですね。うわー、めっちゃ筋肉ありそうだな。めっちゃくびれてる。各キャラクターによってテーマ曲があるっていうか決まってるんですよね。以前言ったように緑川っていうキャラが僕は好きなんですけど、まだね出てきてないんですけど、こういろんなね違う視点から、物語を見ることができると。でキャラクターの設定もすごいよくできてて、さっきの警察のね人はすごい真面目な仕事を大好きな感じのキャラクターなんですけど、この遠藤あちっていうキャラクターはですね、お父さんが電気屋を営んでまして、で、彼はですねゴミを拾うことが趣味なんですよ。胸を見るとエコって書いてありますけど、あれはエコ吉って呼ばれてるキャラクターなんですよね。でこうして毎日渋谷を歩きながら彼はゴミを拾うと。それも理由があるんですけど、後々ねプレイしていくと分かりますけど、スカウト、キャバクラのスカウトですね。彼はねすごい正義感もあるんですけど、ちょっと待って、静かなとこのティップって何？ああ、なるほどこんなとこまでわざわざね教えてくれるんですね。ゴミがね大嫌いなあちさんはこの音がよく再現されてるっていうかね、臨場感を出してくれてますね。女性のティップは、ああ、この子が誰か教えてくれるんだ。懐かしいなあ、ここ。心臓、血液、血管、すごい例えしてんな。白血球、赤血球。こうやってねだんだん読み進めていくとまた選択肢が出てくるんで、まあこの子かわいいよな。皆さんはどうですかね。こういう感じの子が好きですかね。さあ、ここですね。もうすでに狩野さんの、狩野のね、方はやってるんで、どれを選ばなきゃいけないか分かるじゃないですか。この A を選んでしまうと、狩野に反応されて、捕まってしまうので、今回は B ですね。はい。こうやって、バッドエンディングにならないように進んでいきます。ここで、選んだんで、タイムチャートっていうのが使えるようになります。これは、いつでもいけるんですけど、ゲーム中に。緑色のマークがあるとこが分岐点ですね。選択肢が出てくるとこになってますから、これできちんとした選択肢を選んだんで、ここでどうなるか、狩野の方の話が変わるかどうかっていうのを今確かめます。ここでアチが来なくなったんで、ストーリーが変わってですね、この外人が現れてくる設定になったと。こういう感じでストーリーが進んでいきます。悪そうな顔してんな。キープアウト。進行がストップしてしまうことです。他の主人公からジャンプ。はい、ということなんで、一回アチのね、ストーリーに戻りましょう。ザッピングって俗に言われてるんですけど、ここに選択肢のところに行って、でティップがね出てきてるんですけど、 B を選んで、ここで、ここですね。これだったかなあ、違うわ。ここです。赤色になってる文字。ここでジャンプして、黄色いね、キープアウトを解除できるというふうになってます。で、これがね、ゲームの途中にティップの中に隠れてるやつとかあるんですよ。だから、ちゃんとティップ読まなきゃいけなかったりするんですよね。詰まったら、ティップを読んだ方がいいです。で、ここから飛べると解除されます。はい。これ結構ね、起きるんで、メニューも開ける。ああ。こういうのを見ると、バッドエンディングが何個出てたかとか、確認することができるんですね。これは別にいいか。おお、スロー。スローで撮ってる写真を。交差点に飛び込む。竹藤懐かしいな。しばらく泳がせろと。これはね、まあもう教えてくんないですよね、どうすればいいか。自分は他のことやりましょう。大沢瞳がさらわれた。わっ。さっきのね、女の子がさらわれたと。おっ、怖っ。さあ、これもバッドエンドですね。外国人に撃たれる。まあでもここぐらいまでプレイしたら大体どんな感じか分かったんじゃないですかね。ということで、これぐらいにしましょう。こんな感じで物語を進めていきますと、使えるキャラクターもね増えてきて、最大で5人だったと思います。多分5人のキャラクターを、使えるんですよ。でそのままどんどん進めていって、最終話になるときにこの全く関係なかった5人の主人公が収束していって、物語の、ファイナルフィナーレっていう感じでね、うまくしまってっていう感じになります。でここの本編のストーリーが終わった後に、サブストーリーみたいのが2つアンロックされて、でそれもすごいおすすめなんで、これを見てね興味があった方は是非プレイしてみてください。PSP でも、Wii でも PlayStation 3 でも出てます。ということで、渋谷428の、簡単レビューになります。ここまでお付き合いありがとうございました。お疲れ様です。